シャーソクオーモロ。ぜ、皆さんこんにちは、高橋です。よろしくお願いします。はい、本日は皆さんにちょっとね、重大な発表をしたいと思うんですけど、なんとですね、肘で弾くという、あの弓道の用語で、まあ、よく言われる肘で弾け、肘で弾けなんてね、こう言われると思うんですけど、あれはですね、間違いだったということについてお話したいと思います。これね、非常に残念なお話だと思うんですけど、え、肘で弾くって間違ってたの？あのね、これね、非常に難しいんですけど、このまあ理論弓道というのは、初めての人に実力を伸ばす方法、強い弓を弾く方法、そしてね、この弓と禅っていうね、本があるんですけど、それをまあこう読んで体現して、その結果ですね、より楽な弓の弾き方っていうのをお伝えするチャンネルでございまして、その観点で言うと、実は肘で弾くという弾き方のその捉えられる場所が違うんです。言い方を変えると、捉えられる場所が違います。あのね、肘で弾くって言って、肘で弾けってこういう風に動かすでしょ。もうそれはアウトなんですよ。でそれがなぜアウトなのかっていうのね、ちょっとお話ししたいと思います。こういうことなんです。弓道で肘で弾けという風に言って、肘で弾くのは間違いであるのはなぜか、それはね、こういうことです。実はここでですね、皆さんが意識しなきゃいけないのは、何か悪いところがありました。ね、で、肘で引くっていうのを意識するわけじゃないですか。肘で引くというのは、肘を意識することですよね。そういうことですよね。はい。ですよね。で、肘で意識しました。そしたら、大きく開いた。的中しました。ってなったら、これアウトなんですよ。なぜかというとですね、肘で弾くの、本当にそのどういう意味で使われているのかっていうのを、昔の文献でお話しします。正解はこういう意味です。あなたが前後上下左右に体が四方に伸びていて、呼吸も整って、いわゆる背中が伸びてて、呼吸が出入りがちゃんとできるようになっていて、出入りをずっと繰り返すことによって、頭の中で考えているものが何もなくなって、上半身が柔らかくなって、下半身がね、しっかり立てて上半身が柔らかくなった、この姿勢の状態でわって引くと、自然に左の脇と右の脇に力が入って、特に右手首が伸びるので、肘が意識されるんです。肘が意識されるんですね。意識される、つまり肘で引くの具体的な解決策って、じゃああなたが肘で引きたいと思うんだったら、肘を意識することではなくて、正常な姿勢を勉強しなきゃならない。なぜかというと、この正常な姿勢、陰と陽のバランスが整って、恐れのない状態ができて、遠いところも近いところとかも調整ができるようになり、耳が発達して、視界が広くなって、的というのを目で見るんではなくて、体全体で見れるようになった状態で、左が鳥、右がウサギの状態で、左右均等に反り端のように引いたときに初めて意識されることです。だから逆に言うと、もしもあなたがですよ、今のあなたの弓の引き方をやっていてうまくいかなかったのが、肘で意識されて的に当たったってことは、つまりあなたの姿勢のどこかがなんか悪いところがなって、姿勢がなんか悪いところがあって、肘で意識したら治った。つまり治ってないんですよ、あなたの姿勢は。そういうことですよね。つまりあなたの射は肘をずーっと意識しないと、いい姿勢のまま弓が引けないってことなんですよ。ってことですよね。だってあなたの本当に綺麗な姿勢だったら、何も意識しずとも上半身が伸びて、そして両手で開いていくはずなんです。だってその伸びる力が両腕を回す力に比例するので、これは例えば弓道教本の適切な本でいうと、縦横十文字とか
縦の伸びによって横の伸びが加えられるっていう風におっしゃられてる先生っていうのはいるんです。なんで縦の伸びが横の伸びに加えられるかって言ったら、上方向に伸ばす力があればあるほど横方向に開く力が出るよと、この上と下の力を、これを陰、そして横方向の力を陽、実は相反するものが調和することによって力が発生する。で、自分の体の中から自然からもらったエネルギーを外側に出せるようにする。これがその相反する力の使い方なんですよ。で、例えば、まあ、よくあるのが弓道で押し手とめ手とかって言われるじゃないですか。左で押す、右で引く。アーチリーだったら押す力っていうのに対して引く力っていうのは別々で使えます。しかし弓道の場合はこの押される力と引かれる力っていうのをうまく融合して大きな力を出すっていうのを昔の文献では考えてます。それで考えるとですよ、これ要はあなたが特定の意識かなんかわかんない、わかんないですよ、姿勢が硬くなってるのか、それとも弓道連盟のそのいろんななんかよくわからない指摘によってなんか変なこと、無駄なこと、こんなことやってると、無駄なことやってるからこの引く力と押す力がなんか別々に出ちゃって姿勢が崩れて、まあうまくいかないと。それをなんか肘で意識をしたら、なんかこうなってたやつがなんかたまたますごく綺麗に引けるようになったと。で、引いたら当たると、おいいじゃんってなるんですけど、それ肘で意識してる時点で元々のあなたの姿勢に何か悪い問題が出てる可能性があるんですよ。だって特定の意識をしないと修正されないんですよ、あなたの姿勢っていうのは。それって何かすごく問題のあるように思いません？じゃあ元をたどるとですよ、湯構えでこういう風にする、打ち起こしでこういう風にする、第三でこれが両拳がきちんと揃って自分にとって納得がいかないと的に当たらないって、それ一番あなたの姿勢が悪くなってるってことになりませんか？だって変に姿勢が曲がってるから他のところで補って的に当たるってことですよね。そう、アーケンゾーの言われていたりとか、ビシューチュクリンの求めていることっていうのは、そういう的中を目的にして何かを意識して、特定の意識を使って引いて出すんではなくて、本当に自然に赴くまで全力で引けば当たりが出るよっていうことを言ってるので。で、それはなんで出るかって言ったら、人間はそもそも姿勢っていうのは自然の状態っていうのは作り上げることができるからです。自分の意識によって。自然の状態っていうのは作り上げること。例えばその呼吸方法でお話しすると、呼吸っていうのは鼻から吸って、まあ鼻から出してっていうふうにお話しするんですけども、これを実はちょっと表現すごい難しいと思うんですけども、鼻から吸って全身から拡散して出せるような呼吸っていうのがあるんですよ。これはね、私が先週のセミナーでこれ教えてたんですけども、そういう呼吸の仕方だってあるんですよ。まあこれ弓道連盟から見るとですね、は？何？どういうこと？みたいな感じで思うかもしれないんですけども、そういう理解がまあ、できないとこの話ってよくわかんないと思うんですけど、もともとの姿勢が悪いから特定の意識を持って良くなるんですよ。で、特定の意識を持たないと的中が出ないってことは、すでにあなたの姿勢の状態はもう何か起信号が出てます。だから変えるべきは肘ではないです。変えるべきは胴作りです。胴作りであり、姿勢であり、姿勢の持ち方であり、姿勢を作っている時の呼吸の仕方であり、姿勢をこの作っている時の体の伸び具合、姿勢を作っている時のあなたの意識がどうなっているのかっていうのを考えないといけません。うちの、理論弓道の回では、この姿勢が、目の状態がどうなればいいか、鼻の状態がどうなればいいのか、首の状態がどうなるといいのか、上腕がどうなるといいのか、胸がどうなるのがいいのかっていうのを全部余すことなく教えてるんですね、セミナーで。そうすると、そのなんかやれ、なんかここがずれてるからこういうふうにしろとか、ここがこうなってるからこういうふうにしなきゃいけないとか、ここはこうやってやらないとかって、いろいろなんか変えなくたって当たり出るんですよね。それが楽だし。もういいですよ、何言ったっていいですよ。対処の姿勢さえ良ければ、ちょっとずれてもここから修正することができるから。でもそこの最初の修正の仕方っていうのがもし分かんなかったら、肘で引くって言ってある時はいいでしょ、ある時は肘で引いてたらうまくいくでしょ。だけどそれ多分うまくいかなくなります、時間が経てば。あなたが肘で引くって意識してなんかいい感じに引けてたのは多分2週間から3週間、
だから弓道の世界ではこんなこと言う人いるんですよね。いや、昨日までは良かったのに明日になったら全然ダメだわね。なんか弓道ってゴルフと似てて、なんかのきっかけで急に当たらなくなったり、なんかのきっかけで当たるようになったりとかって言ってるんですけど、多分ね、見るところが違うんですよね。それって姿勢を見なきゃいけないのに、なんか打ち起こしとか第三とかそういうとこ変えたりするでしょ。一番大事なのは胴作りですからね。てか胴作りがもうそもそも曲がってるのに、そこであなたの手の位置をちょっと変えようとか左の位置を変えようと思ったって、これ変えてる最中にここ変わっちゃったらもう終わりですからね。だからその元の姿勢は何なんだって話なんですよ。これ弓道連盟で教えられる人ってほとんどいないです。弓道連盟の講談社の先生は、まあ申し訳ないですけども、弓道連盟の講談社の先生って、やっとびがめちゃくちゃ早いんですよね。で、やっとび早いのに離れの動作が完了していない、なんか講談社の先生とかいるんですよ。もうそれはね、使ってる湯がけがね、ちょっと、なんでそんな湯がけ使ってんのっていう湯がけ使ってるんで、ああいう離れが出るのであって、本当の湯がけが出たらね、阪神の先生も離れ全部緩みますよ。ええ。それ使ってる湯がけがどうのとか、そんな、もう、使ってる湯がけどうのこうのとか、そういう問題じゃない。もう、本当に。ちゃんとした湯がけを使って、ちゃんとした、弓の引き方をやれば、きちんと離れが出るのにもかかわらず、そこでよくわからない道具を使ったり、めっちゃ軽いイーストのなんかカーボンのさ、竹製のさ、なんかそういう竹屋とか使ってさ、それで使ったらね、それはね、適当出ますよ。でもね、それ姿勢できてない、そう教えられない、それだったら、うん、70何歳の経験積んでる人たちがやってることがそれでは教えられないですよ。じゃあどういう足踏みが正しいっていうの、だって体育館に印とかっていっぱいついてるんですよ。ちゃんとついてるんですよ。あれ合わせたってちゃんと当たらない人だっている。じゃあ狙い目合わせました、狙い目まっすぐだ、後で こうなってるのこうやってったらここがまっすぐだって言って、でも当たってない人いるわけじゃないじゃないですか。あれなんで当たらないのかっていうのを説明できないですよ。これでは24個全部適切に伸びる姿勢っていうのが存在します。で、うちの弓道の会ではその姿勢の作り方を教えます。そうすれば呼吸も整うし、力も抜けるし、意識も一箇所にすごくなんか変にとらわれることなく、ちゃんといろんな周囲が配れるようになって、集中力も上がって弓を開く力も出る、そんな姿勢があるんですよね。それをまあオンラインのセミナーとかでは教えていきたいと思うので、まあ興味がありましたらぜひご参加いただければと思うんですけども、肘で引くっていうのを意識するだけでは実は良くないです。むしろこの意識のせいでここが崩れてること分かんないんですよ。で、ここが崩れてんの分かんなかったら、肘で引いてダメな時もう終わりですよ。だからここを教えられない。だからここを教えるのが武道ですから。ここを教えるのが阿波建造は弓と禅というふうに言い、壁談書摩擦がこれが分かることが悟りだというふうに、本田利真先生はこれをより利用するために正面打ち起こしと斜面打ち起こしの融合って言ったわけでしょ。だって姿勢が変わらなければ斜面の構えとか正面の歪まえにはそれは適用できるものだから。で、宇野与三郎先生はこれを自然体って言ったわけじゃないですか。で、これができた時には微周竹林の矢の長さいっぱい引いたやつかいっぱい引きこって、腕を使わない、腕で引かぬやつかできて、コスト筋道が整って、最終的に掛け合い、裏掛け合いですね、この掛けっていうのがどこか特定に決まった場所によって放たれてまっすぐ出るものではなくて、占いのようなどこに圧力がかかっているか、どういう状態になっているかわからない、このわからない状態でふわふわしている状態で話すことが、その適切な離れ、自然の離れを生み出す、まあ、一つの考え方、感じ方としてあるっていうふうに、これ文献で書かれてありますので、その通りにやればいいわけですよ。だから追求すべきとか姿勢です。弓の引き方をいくら追求したって意味がないです。それはあなたの姿勢が整ってなかったら、その根本なる姿勢の整え方っていうところを変えるところが一番弓道の実力を伸ばすのに大事な方法だと思います。以上です。ありがとうございました。